こんにちは、こんばんは。喋りきりのお時間です。お相手はアキラクスこと照山明です。この番組はビデオグラファーのための耳で聞く情報マガジンを目指し、撮影のノウハウや撮影機材の話、編集ソフトや最近の映像業界事情など分け隔てなく喋りきっていく映像系ネットラジオです。ということで、今回は僕が大好きな東京は葛飾発信のカメラ系 YouTube チャンネルカメラトークの堀口さんとガチトークということで、実は先日葛飾の水元公園から屋外ライブ配信を2人でやったんですけれども、その際に堀口さんから事前に、せっかくだったら今回の対談は2部構成にして、一部はライブ配信で、で2部は僕のこの喋りきりレイディオでという提案をいただいたので、今回はカメラトークさんとのコラボ会ということになります。カメラトークというチャンネル、概要欄にリンクは貼らせていただいておりますが、見たことのない方に簡単に説明するとですね、葛飾区のクリエイターの集まりから生まれた YouTube チャンネルの一つで、その中心人物であった堀口さんと、あと松井さんという方、このお二人がお酒を飲みながら、ただひたすら最近のカメラについて話すという、もう本当にただそれだけの番組なんですけれども、特に毎週金曜日20時からのライブ配信、もう定期的にやってらっしゃるんですが、まるでこう居酒屋で仲間たちとカメラについてこうああでもないこうでもないみたいなね話をしている感覚になって、すっかりハマってしまうんですよね。僕もその一人です。このありそうでなかったチャンネル、今回はその中の人のこの堀口さんとフルサイズかマイクロフォーサーズかっていうのをテーマにして、まあライブでもよくね堀口さんが話題に出すお話なんですけれども、その延長みたいなことをガチンコで対談させてもらいましたので、まずはその音源をどうぞ。ということでですね、今日はこのカメラトークの、スタジオから、収録させていただいております。はい、というのはですね、この前配信でその後に第2部ってことで僕のチャンネル用に収録はしたんですけども、ちょっと意外と酒が入っていたりとか収集つかなくなったりとか、まあいろいろあったので、ちょっとまあこれ一回もう一回撮り直しませんっていう話になって、今急遽ですね、改めてこのカメラトークさんのいつもの、はいはい、板張りのところのね、板張りのところこのスタジオでシラフで撮りましょうとどうなるんでしょうかね、シラフだと僕はそれもまた面白いかもしれないですね。やっぱりシラフの堀口さんっていうのはあんまり皆さん聞いたことないと思うので、はい、僕のチャンネルで酒飲まないがまずほぼないのでそうですよね、本当にほぼっていうか一回もないのかな、あ一回あるのかなっていうぐらいですよね、はい、なので、まあ、貴重な回になるかなと思いまして、はい、始めてみたいと思います。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、ということでまず簡単に自己紹介をお願いします。はい、いつも飲んだくれてる、お酒がテーマの、カメラトークの堀口です。よろしくお願いします。お願いします。いつも僕はもう大ファンなので、カメラトークさんの恐縮です。もう特に金曜日のライブ配信は必ず僕着席してお酒をもう前にこう用意してスタンバっています。待機とまでは僕はコメントしないですけれども待機してます。そうなんだ。毎回待機してます。そうなんだ、はい。まあ、待機できない時もありますけどね、はい、基本待機してて。ありがとうございます。でもやっぱりすごい固定層がもうついてて、あれ、いやでも なんかテンションがやっぱ違いますね。いやいや、そんなことない、そんなことない。ちゃんとほら第2部はちゃんと照山さんのチャンネルなので、しゃべきるレイディオの方なので、はい、そこの流儀に乗ろうとして、なんかどっかに自分がいるので、いや全然乗らなくていいですだからほらやっぱり前回とか熊田君とかすごくいい感じじゃないですか。いや、よかったですね。いい話だったもう、はい、でやっぱりなんか飲んだくれちゃダメだなと思ってあそこの話にね、水元公園、はい、流れはやっぱり一部の流れというかそのノリそのままだったので反省しきりだったので仕切り直せることが逆に嬉しいとあれはあれでね、はい、気持ちよかったんですけれども、はい、ちょっと話がまとまらなかったとかいろいろあったの で、はい、初めてですね、今日はシラフでということで、はい、せっかくなので、はい、改めて行きたいと思うんですけれども、はい、で話戻すとですね、僕はそのカメラトークさん
実は200人ぐらいの登録者数の時から結構見てて、ありがとうございます。いえいえ、でやっぱりその僕が一番に食いついたのが居酒屋トークっていうとこだったんですよね。あ、はいはい、やっぱりお酒を飲みながら、カメラの話したいぜって思ってても、はい、ちょうど時期的にコロナだったりとか、うん、まあなかなかカメラの仲間と、はい、例えば僕だったら牛員さんだったりとか、はい、そういう人たちと会って飲むってわけでもなかなかいかないっていうところで、うん、なんだこの番組なんかカメラの話ばっかしてるぞみたいなねでまたこの松井さんと堀口さん の、 このキャラクターがまたこうコントラストがあって、はいはい、松井さんがなんですかね、あ、感情を表に出さない感じのちょっとこうクールって言ったらまた違う、はい、なんかでもあれでしょみたいな話するところでこう堀口さんがこうその話をバッと遮って、はい、ちゃうんだよ要はさみたいな、あのお二人のこのやり取りっていうのが入ってきた人たちってあの二人のいい感じの雰囲気が大好きで、うんうん、お酒飲みながら聞くのに本当にちょうどいい、あ、そういえばこういうチャンネルってありそうでなかったなって思ったんですよね、うんうん、で、まあ、注目し始めた後の、あの GH5 Mark II の堀口さんのね、はい、遠吠えみたいなのがあったじゃないですか。遠吠えじゃねえ、なんつうの、吠えてましたね。遠吠えってちょっと失礼ですね、はい、いや遠吠えの方がかっこいいじゃない単に吠えてるだけだねそうで、あれを聞いてやっぱり、はい、あの僕思うのはただこう酔っ払って毒を吐いてるだけの堀口さんではない気がして、あれ聞いてて、あの刺さった部分が結構やっぱりあった人が多かったんじゃないかなと思って、ルミックスユーザー、ひいてはルミックスファンだったらば結構きつい話もあったと思うんですよ、はい、めちゃめちゃ多いと思います。ですよね、はい、なのになぜか多分今カメラトークさんの大ファンってルミックスユーザーかなり多いと思うんですよね。ほぼほぼですよねでこれが答えだと思うんですよあ、はい、堀口さんの言葉にみんな刺さってるんですよ実は、意外と。あ、でやっぱり堀口さんの話が面白い。そして、はい、うん、まあ、そこはちょっと自覚があんまりないんで自覚なくていいと思うんですよね。なんかこうあそこに行ったら、はい、なんかこうちょっとハラハラドキドキするっていうのもあるし、今日何喋るんだろうみたいな期待感とか、はいはい、危険な香りが危険な香り、そう、なんか今日松井さんがベロベロに行ってしまうんじゃないんかとかねそれを制す堀口さんみたいな、そのコントラストのこのキャラクターを見たいがために、はい、あとやっぱりみんな飲みたいんですよね。ああ、でもそこは意識してましたね。でも、うん、カメラの話を聞きながら飲みたいからみんな集まってくるっていう、本当になんとバーチャルな居酒屋みたいな位置づけで、ただまあ多分ユーザーは正直年齢差ちょっと高めなのかな、わからないですけども高めかな、うん、でも最初からそこを狙ってる感じはあったんですか、はい、やっぱり。そうですね、もともとそのカメラトークのチャンネル自体は、うん、こう僕らがいくつかこうチャンネルをこういろんな人間と、僕が中心になっていろんな人間と組んでいろんなチャンネルをこうやってるんですよ、うんうん、でその中で松井とってなった時にやっぱりこう、まあ、2人でどんなネタにしようかとっていう、まあネタ会議から始まって、やっぱり共通の僕の影響ってわけじゃないけどカメラやりたい的な感じだったんですね。で、まあ、僕としてはその企画も含めてできれば松井主導でこう企画も含めて進めたいなっていうのがあったんで、まあじゃあどんなのやる、カメラをテーマにってなった時に、まあ初めに松井が言ったのが若い奥さん向けにってどんな下心あるのかなと思ったらまあ本人がまだ子供たちが小学生だったりするので、その要はうまく撮りたいと、でその要望もあって、要は若い奥さんも多分同じように写真撮りたいだろうと、うまく撮りたいだろうと、でそういうカメラのノウハウを伝えるようなチャンネルって言い出したわけですよ、うんうん、ほう、俺はそんなスキルないけどお前あんのって話になってないとでそもそも僕の視点はそのやりたいだけじゃなくて需要あるのっていうのを聞いてて、本人はあるって言ってたんです初め。でじゃあちょっと一回調べてみよう、目の前で二人で調べたわけですよ。それは、検索キーワード的な主婦カメラ、そうですね、カメラのノウハウ的なので、うんうん、若いというか奥さん向けとか子供をうまく撮るみたいなキーワードとかね、はいはい、女性が子供をうまく撮るみたいな、そうですね、女性に限らずみたいなイメージではあったらしいんですけど、
子供をとにかくうまく撮りたいみたいな。それを何ですか、レクチャーする番組を目指したんですか最初、松井さんは。みたいですよ。何をやりたかったんですか、はい、なんか要は子供、自分も学びながら一緒に学べるようなものをみたいなイメージだったらしいんですけど、それ誰が教えてくれるのとそもそもね、そうですね、ハウツーですね、どっちかというと、どっちかというとハウツーじゃないですかいきなり、はいはい、でいて誰教えるのもあるし、じゃあ実際そのニーズは、そういうニーズはどれだけあるのかを調べても、うん、まあ、のけなみうんっていう数字なわけですよ、はい、ね、はい、でこれやるのって聞いたらうんって なるわけですよ。一応そんな感じのチャンネルはいくつかあったんですか。チャンネルというよりもそういうコンテンツがあったって感じに見えるんですね。でやっぱりだから単発になるだろうし、あったとしても、はい、で数字もさんさんたる、まあ、内容僕らが見た限りでは、でなんかこうそもそも僕が思ったのは、おっさん2人が出てて若いお母さんが見ると思っている時点でどうなのと、うんうん、俺は1ミリも思わないよと。それでじゃあどうしよう、うんうん、なるじゃないですか松井が。で結局僕が考えて、というか僕の中ではその僕と松井が組むカメラをテーマにしたい、もうこの時点で手札が決められてるというか、もうおのずと決まってくるんですよ。でその中で僕が YouTube という、メディアに対して、効率的なカードをどう切るかって考えた時に、結局僕らが そんなに飛び抜けてすごいな、プロフェッショナル中のプロですみたいなものでもないし、うん、っていう本当に自分たちの置かれた状況だとかやれる内容とかをこう見た時に、もういつも通り僕らが普段喋ってるような内容をやるべきなんじゃねえのって話をして、うん、まあ、僕らがやっぱりお酒、もともと松井も僕も好きなので、はいはい、行って行くとやっぱりカメラの話になるじゃないですか、うんうんうん、自然と。まあ、そうなんですか。そうなんですよ、うん、やっぱりカメラの話になるんですよ。あいつも始めたばっかりっていうのもあるし、じゃあ普通に居酒屋でじゃあ飲み行こうぜって言って、はい、結局カメラの話をしてたんですね。僕と松井で2人になるとほぼカメラです。なるほど。やっぱりまあそれ以外もあるんですけどね。それをまんま持ち込んでやろうと。そうですそうです。でやっぱあれを仲間、別の全然カメラ関係ない仲間が来て、うん、話してる内容よく分からんけど話してる2人は面白いなっていう評価だったんですよ。でそれもあって、今までそういえばこうなんていうのかな、本当にお酒飲んでただ好きなカメラのことを喋る、うん、居酒屋っぽい感じで喋るって確かにないなって思って、うんうんうん、で当時やっぱりまだコロナではなかったのかな。でコロナに、コロナの前からやってたんですか。前になるかならないかぐらいだった気がするんですよ。でただ居酒屋でってところで、途中からやっぱりコロナになり始めてもライブやり始めたきっかけはそこですよね。でも本当にみんなとこうコロナ行けなくてね、好きなカメラの話をしながら飲むっていうことができなくなったっていうのがあって、もうライブだけはやりたいなと。なるほど、はい、一番最初のライブめっちゃ覚えてますよ、はい、ほうほうで、はい、何が面白かったって、はい、堀美さんがこれ本当に人来んのかなって言ってたのが面白くてそう、それ多分誰も来ねえんじゃねえかなっていう感じから始まったら、はい、あわやあわやと人が集まってきてなんでみんな来んのみたいなこと言ってたじゃないですか。言ってました言ってました。来ない方がいいよぐらいのこと言ってたじゃないですかこんな番組に言ってました。本人はそういう企画ね、うん、どうせだったら来る方向で考えたんですよネタは、うん、けど、はい、僕の持論としてYouTube はもう100本動画上げて、スタートラインに立てると思ってるので、うん、100本まではもう誰も人いないところでノックするようなもんだと、うん、勝手に思ってるので、はいはい、ライブやっても人来ないと思ってたんですよ、はい、勝手に。けど来たよっていうね、懐かしいですね。なんで来たの逆にっていうちょっとイメージっていうか初めは、はい、あった感じです。そう、いやこれ面白いわと思って、それは投稿というか普通の動画を見ててって流れでってことですか。今まで動画を見てるからやっぱり一方通行じゃないですか、はいはいはい、でも居酒屋トークってやっぱり双方向欲しいですよねっていう、はい、そうですね。だからライブこそこれ映えるよね、はい、この番組とはちょっと僕思ってたんですよ。あ、同じです同じです、うん、だからまあついにライブやろうと、はい、ただやるんだったらば不定期って全員準備できないから、うんうんうん、やるんだったら根付かせるために日時を絶対決める、うんうん、もう今となっては何だろう、こう好奇心で始めたライブがもうすっかりなんとなくこうライフワークみたいな感じになってますよね、はい、堀口さんの。僕はちょっと前3週間休んだじゃないですか、うんうん、あれも
全部をやるつもりであがいてはいるんですよ、うん、本当にちょっとどうしてもできないことがあんなに続くんだということで、すごい僕自身がなんかすごい使命感じゃないけど、こうなんかやっぱり待ってくれる人がいる、ね、あんだけでもこういるっていうと、もう意地でもやりたいというか、はい、基本的にはもう何を差し置いても基本やりたいっていう思ってるんで、僕らからするともう、あ、今日シャッター閉まってるぜっていう感覚になってますからね今ね。亀有のあそこシャッター閉まってるぞ今日みたいな。そんな感じなんですよ、ね、ちょっと違うところに飲むかみたいな、ね、この前に至っては僕があのシャッター開けましたもん。今日堀口さんがやらないから僕ライブ配信しますって言って、あのカメラトークの常連客が何名かうちのところで飲んでましたよ、はいはい、うわ嬉しいな。でもそうなんかいい飲み屋さんってでもなんかそんな感じあるじゃないですか。そんな感じそんな感じ、はいはい、本当はあの堀口さんに会いに行きたいんだけど3週間空いてねえぞって。中には禁断症状が出てくる人とかいるでしょ。まあ僕も含めて ありがたいことになんかそういうことを言ってくれる方もねやっぱりいらっしゃるんで、金曜の8時なんですよ、もう全員集合なんですよ、はい、もう今となってはカメラトークさん。いやでもありがたいですよね、本当。でもありがたいなと思って、でもそうなったら嬉しいなと思って時間日時決めて絶対やり続けることに意味があると思ってやってたんで、金曜の8時っていいとこつきましたよね。あの花金でやっぱり飲みに行くじゃないですか。当然ですね、はい、で5時だとみんな仕事終わってないので、うん、まあ終わってきて一息つくかつかないかぐらいでやろうと思って。だから僕と同じ感覚の人が、まあ、他にいるとしたら、はい、やっぱ金曜日って仕事を一段落する、はい、ね、8時さ今日のカメラトークは何話すのかなっていうので着席なんですよね。いやいや少数派ですよね多分。どうですかね、これからもっとこう爆発的に増えてきたらいいなって僕は個人的に一ファンとして思ってますけれども、はい、まあ、そうなった要因として、はい、割とこうルミックスファンが多かったりするじゃないですか。さっきの話に戻りますけれども、はい、あの GH5 Mark II の、はい、話題から、なぜかルミックスファンが増えたみたいなね、はい、ところがあっての、はい、僕も、まあ、もちろんルミックスユーザーでレビューアーの立場だったりもするので、はい、平行線の部分とこう納得する部分がいい感じでこう入り組んでて、うん、はいはい、いやこれ堀口さんに一言言いたいなっていう時もあれば、はい、いやその通りです、すいませんっていう時もあって、そうそうそう、そういうなんかこう寄せては返すみたいな感じのところが僕の中では個人的にすごく面白くて、はい、でそれで目の前にお酒があるから、はい、お酒進みますよねみたいな。このクソ堀口さんなんだ今の意見みたいな、ちょっと待てよっていう時もあれば、はい、いやすいませんその通りですっていう時もあるし、うん、そこら辺はね多分、うん、あのルミックスファンはみんなそういう気持ちで今日の堀口さん何喋るのかなっていうのは多少その好奇心みたいな部分と、はいはい、あとはやっぱり話やっぱ上手いんですよ多分。なんかついついこう引き寄せられてしまうところがあって、はい、話するのは嫌いじゃないんで、うんうん、はい、いやだからねそこはねやっぱり僕思ってるのは今ほら高校生にこう授業をしたり、はいはい、教えたりとかっていうことをやってきたりとか、はい、多分そういう話さなければいけないっていうところでこう戦ってきた人なのかなって、それがベースにあるのかなっていうのも若干思ってるんですよ、はい、そうですね、結構やかなり場数踏んでます。なんか一つ一つのコメントにこう、まあ、コメントするけれども、はい、言い任してやるみたいなのがあるんですよ堀口さんには。こうそうじゃねえんだよっていう、なんかその自分の意見を、はい、自分の意見にうまくこう絶対こう丸め込む力っていうのかな、それが、はい、あの正しい正しくないとかっていうのは関係なしに、はい、とにかく自分の意見で丸め込むっていう力はものすごいあるなって思ってて、はい、うん、だからそこはやっぱり場数踏んでる人じゃないとう、ね、あの、うん、やっぱりできないことだなと思ってて、僕なんかどっちかというと丸み込まれちゃうタイプの人間なので、なんか僕最初言いたいことがあっても最終的に、はい、そうですよねってなっちゃうタイプの人間なんで、すごい時で悔しいんですよ。そうなんかだからね、まあ、今日は堀口さん正直どんなテーマを持って僕のこのしゃべりきりレディオで話そうかなっ
って思ってたんですけれども、はい、照山さんと堀口さんのガチンコ対決見てみたいなんていう意見も若干あったじゃないですか、はい、でも多分僕無理だと思いますよっていうやる前からやる前に最終的に堀口さんに丸み込まれて終わりっていう図式がなんとなく見えたんですけどいやそれでもちょっとなんかテーマを決めてやってみたいなと思った時に、はい、やっぱりそのまあ旬のことで言うと、はい、GH6、はい、僕はまあルミックスユーザーなん で、はい、でしかもこのチャンネルをねカメラトークさんのチャンネルを聞いてくれている方の多く結構ルミックスユーザーいると思うんですよ、うん、やっぱり、うん、まあもちろん他のカメラを使っている方もいらっしゃると思うんですけども、はい、ルミックスユーザー多いかなと思ってて、だとするとやっぱりその旬の話題というと GH6 なのかなと、はい、で GH6 の話題は堀口さんも出してはくれてますけれども、うん、一レビューは僕は GH6 のレビューをさせていただいた立場からすると、うん、蓋を開けてみたら、うん、あ結構これだけ売れるんだってまあある意味ちょっと驚きの部分はあったんですけれども、はい、あでもやっぱりいいものを作ったら売れるんだっていう気持ちがあったのに対して、うんうん、どっちかというと堀口さんからすると、うん、まあまあ見込みで売れてるだけでしょっていう意見があったじゃないですか、はいはい、うん、それはもう俺からすると正直織り込み済みぐらいな感じの意見があったので、うんうん、はい、そこは多少まあ話してみたら戦える部分なのかなって思って、うんうん、今日は、はい、どっちかというと、なんでその堀口さんは GH6 に言うても なびかないって言い方あれかなようにはあまり興味を持たないのかっていう部分と、はい、なんでそこまでそのフルサイズにこだわるのかみたいな部分、はいはい、うん、というのをちょっと今日話題にしてみたいなと、はい、これだからねお酒が入ってない と、はい、もしかしたらいつもの堀口調子が出ないかもしれないんですけども、あえてこれシラフで言ってみますか。これもうシラフでいきましょうよ。いきますか。これはやっぱりその、ね、僕のチャンネル酒ありきなんで、うん、お酒のないレアなちゃんとした話をね、うん、する場って逆にないので、うん、僕からすると、うんうん、もうここはぜひお酒なしで、お酒なしで、なしで多分テンション変わんないですそんな。わかりました。はい、マイクロフォーサーズでフラッグシップで、うんうん、GH6 が出るってなった時に、はい、素直にどう思った、思いました。そうですね、僕の中では、うん、そもそももうその時点というか、もう僕の中でマイクロフォーサーズに戻る選択肢はもう逆にないんですよ、うんうんうん、じゃあ僕の視点として GH6 をどう見たかっていうと、やっぱりその GH6 で、ルミックスがもうカメラ出さないわけじゃないじゃないですか絶対に、うんうん、やっぱりフルサイズで、S1 が出て S1R と一緒に出て、S5 と S1H が一緒、 S1H の方が先なのかな、なんか そんな感じじゃないですか。で今フルサイズ S1H が先ですね。 S1H が先ですかね。でそれで S5 ですもんね。そうですね、うん、でやっぱりラインナップ見てて、で今回マイクロフォーサーズでフラグシップですと、うんうんうん、で、まあ、もちろん一応フルサイズでフラグシップとして S1H がある中で、うんうん、何を出してくるのかなっていう興味は純粋にあったんですよ。それがやっぱりどちらかというとそのフルサイズの次に来るもののこう布石というか、GH6 で世に出してきたものをの流れを組むんじゃないかなって勝手にちょっと思ってて、うん、でその片鱗が見えるんじゃなかろうか、すごくそういう意味で注視してたって感じです。うんうん、要には自分はマイクロフォーサーズに行くことは多分ないけれども、うん、今後のフルサイズのラインナップの布石としてちょっとどんなのが出てくるのかを、うん、はい、期待したいっていう部分だったってことですね、正直。そうですね。あ、なるほど、はい、でもなんか僕からすると、はい、当初から結構 GH6 に否定的だったなっていう印象があって、あ、否定って意味ではなくて、うん、僕もカメラってその人のそのシチュエーション、うん、何をこう撮影してんのか、それが仕事であろうが趣味であろうが、うん、撮るものによって選択肢はおのずと変わると思ってるんですよ、うん、であくまでも僕側のチャンネルというか僕のチャンネルで喋ってるものってあくまで僕が喋ってるので、うん、僕のルミックスに対しての考えでしかないわけじゃないですか、う
僕はそう思ったんです、はい、なので単純にあくまでも僕の環境においては、うん、もう戻ることがないって答えが出てるだけっていう、イコールマイクロフォーサーズがダメとかって話ではなくて、うん、僕はそれだと困るっていうシチュエーションがもう目に浮かぶのが分かってたし、分かるし、もう GH5 でダメだったっていうのがもう、ベースにあって、S1 が出た時飛びついたって話、まあ1回目のね僕の動画でそうなったんですけど、要は僕は僕のスタンスでフルサイズって結論が僕は出ちゃってるじゃないですか。これはあのスチールと映像、まあ両方のそのバランス的なものなんですね。で結果論として僕はやっぱりフルサイズなんですけど、逆に僕聞きたいのは、みんなマイクロフォーサーズを押してる理由が逆に分かってないんです、あんまり、あの表面面は多分分かってます、GH5 じゃねえ、GHX の機種見てて、あのこの間もギュインさんに触らせてもらってて、まあ本当に短い時間だったんですけど、あもちろん分かるね、このレンズくっつけてこの重さ、本体は確かに重かったけども、あの一見でかいレンズつけてて、なんでこうレンズこのサイズのレンズくっつけてこの重さすごくねっていう、実際やっぱ感じてるし、そこのアドバンテージっていうのも実際分かってはいるものの、それでも僕の結論は変わんなかったんですよ。で GH6 確かにめちゃめちゃ進化してる、僕が当時使ってた GH5 から比べたらどんだけ進化してるか、もう触らせてもらったことも含めて、でみんなの映像を見てて分かるんですよ、分かるけど僕のいかない理由ってかっこいい部分があって、逆にみんなマイクロあのフルサイズ手放してまで GH6 みたいな人もいるから、結構不思議に思ってるところがあります。そうでしょ、実は僕もそこちょっと思ってるんですよ、まあ、もうのっけから同調しちゃってますけどそう意外とフルサイズとかマイクロフォーサーズとか、そのセンサーサイズにこだわるのって、そこまでそのライトユーザーとかあんまり気にしてないのかなとかってちょっと思ったんですよ、逆に。多分それが、あの求められているもの、要は自分が納得できればいいだったらば、多分僕もマイクロフォーサーズを選択してた可能性は多分にあったんですよ、結局僕求められてしまうというか、もうお仕事だから、そうクライアントに対してスチルで、うんって言われたことあったんです。実は GH5 でいけるって僕は踏んでたんです、フルサイズ使ってて GH5 に移行した時に、ムービーだけを見て移行してるじゃないですか僕は、でただお仕事としてついて回ってくるスチルっていうのがあったんですね、で僕はあの時はもう要は鼻がビューンって伸びてたようなね、あの僕の中だけでは、要は今までの技術でマイクロフォーサーズでカバーできるって勝手に思ってたんですよ、で僕はもうその考えでスチル案件もやっぱもう受けざるを得なくて、もちろんそれでこなそうとしてたんですね、で文句もちろん出ない人も全然いたんですけども、もちろんちゃんと処理しながらなんで、ただうんってなった人がちらほら出てきた時に、それってやっぱ暗部、要はノイズ感だったり、それを、あの映像処理を行った時に不自然ではないんだけど妙なのっぺり感は出るんです、やっぱり、すごく。で目がわなんていうのかな、こう分かる人であればあるほどで、あとは僕がその要はフルサイズ時代のスチールを理解してお願いしてくる人もいて、そういう人に限ってえっていうリアクションになった時に、それはマイクロフォーサーズの、はい、写真を見た時、そうです、でそれでやっぱりかなりきつい、やっぱりきついのは分かってたけどカバーできるみたいなことを考えてたけども、結局カバー僕の中ではあの大きい問題になったわけじゃないんだけども、そういう感触を見て、あやっぱり無理かなと、ちょっと考え始めてたんですよ、そのタイミングぐらいで要は S1 の話出てきて、ルミックスの映像色兼ね備えてて、フルサイズだったら僕が要はスチルとしてこなさなきゃいけないラインって余裕で超えられるわけじゃないですか、簡単に言うと、結局あの時の体験があってもう僕はフルサイズ
からマイクロフォーサーズにはもう戻れないなって思ってるだけなんですよ、うん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 、なるほどね。単純にで、うんうん、それって僕が仕事として受けてるからじゃないですか。僕も堀口さんも結局は道具として見てるから。そうですね、カメラを、うん、やっぱ僕にはフルサイズしかなかなか使い道ないよなっていうところから物事を考えてしまうんですけれども、うん、はい、カメラ好きの人ってあんまりそこ関係ないのかな、うん、だから僕 GH5 で撮ってて写真ね、うんうん、お願いされたものとかっていうのはさっきの考え、うん、けどもちろん趣味でも撮るじゃないですか、うん、もちろんあの機能とか慣れるためにいろいろ趣味でバンバン撮るわけですよ、うんうん、結構気に入ってて当時の写真お気に入りのもう山ほどあるわけですよ、個人的に撮ったものって、うん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 、それはそれで全然フルサイズと比べても、うん、うんって なるぐらいのね、うんうん、あのものなので、うん、なんて言ったらいいんだろうな、僕の中でそのシチュエーションとか環境とシチュエーションにフルサイズ以上にすごい左右されるっていうのがあって、うんうん、もちろん問題ない時も全部こう、うんうん、クライアントから何か言われるわけでもなく、うんうん、あの好感度が弱いっていうのも一つだし、環境によって結構えっていうその振れ幅がすごいでかいイメージがあって、うん、そこを最小限に抑えられるのはやっぱりセンサーサイズがでかいといろいろ潰しが効くというか、うん、そういう過酷な状況になってもそれなりの絵が撮れるっていうのが、うん、やっぱりその信頼度につながってるというか、うんうんうん、堀口さんがそのフルサイズにこだわる部分っていうのは、まあ、こだわってるかどうかっていうか、その要するに仕事で使うっていう方向で考えるとやっぱりフルサイズの選択肢になるっていうのはすごくわかるし、僕もあの仕事でまあ適材適所って言い方してますけれども、やっぱりマイクロフォーサーズが必要な現場もあるし、でもやっぱりインタビュー案件で引きずり取れなくてやっぱりボケ身も生かしたよねみたいなお客さんの要求が出た時っていうのはどうしてもフルサイズって選択肢になるんですよ。それも素直な部分で、そこに対して僕とあの堀口さんがあえて話すことってあんまないなってこう車でね今日ね首都高を走りながら思ってたんですけども、はい、うん、じゃあ何堀口さんとガチトークできるのかなって思った時に、うん、フロントとしてカメラのフロント用にはこれから売れ筋としてマイクロフォーサーズというラインナップはどうなのかなっていうのをちょっとお互い意見を交換してみたいなと思ったんですよね。はいはいはい、これは道具として僕らがフルサイズを選択してしまう、マイクロフォーサーズを選択してしまうっていうとこから外れて、はい、一般の人というか、うん、そのコンシューマーが買うカメラとしてやっぱりフロントフルサイズじゃんになるのか、結局それともいやあんまセンサーサイズ関係ないんじゃないのかってなるのか、はいはい、ぶっちゃけたところどうなのかなっていうのをちょっと屈託なく意見交換したいなと思ったんですよ、うんうんうん、はい、で一つそう思ったのは、はい、ルミックスユーザーの中で、はい、やっぱり若い人がちょっと少ないなっていうの、はい、まあ僕も堀口さんも言ったじゃないですか、うんうん、それは僕もすごく思ってて、で僕がもうレビューで出ていく、まあ、あの堀口さん的にはね、うん、あの寺山さんとかそういう夫人は必要だろうって言ってはくれていますけれども、はい、言うてもやっぱり若い人のレビューアーっていうのをもっとこうルミックスも出てきてほしいなっていうのがある中で、はい、まあ、そういった意味でこの前も熊澤さんとかとお話しさせていただいたんですけれども、はいはいはい、もういい加減僕とかいいだろうっていう感じもあってそんなことはないんですけどね、いやいや、うん、やっぱりそのもう少し若い人が出てきた方が多分メーカーさんとしても、はいはいはい、もちろんそこを狙ってるんだろうっては思うんですけども、うん、そんな中で僕がちょっと注目しているのは、はい、まあ、何人か 若い方、はい、ミックス使って若い方注目している中で、はい、アキアムービーさんって方がいらっしゃるんですよ。はいはいはい、うん、存じ上げてます。ですごくスキルも高いし、はい、すごくお若いし、はい、多分20代前半か、うん、25、6、ちょっと正確な年は分からないんですけども、圭介くんよりかはちょっと若いぐらいの年齢だと思うんですね、はい、で、今回 GH6 をどこ経由かな、はい、どっかの販売店経由かなんかで、はいはい、レビューとして、はい、やられてましたね。やられてましたよね、はい、でその時に、はい、あの素直な意見を言ってたんですけども、はい、僕は多分、うん、あのすごくいいカメラだけども、うん、あのやっぱり僕はフルサイズの方がいいっておっしゃってたんですね、はい、
でその理由は本当にもう明確で、はい、やっぱりボケ見っていう意味で、うん、マイクロフォーサーズはいまいちだっていう、うん、でそのやってましたね、はい、それを聞いた時に、はい、一般のその今ビデオグラファーみたいな、はい、YouTuber もそうなのかな若い方が、うん、ミラーレスで動画を撮る時のプライオリティって、はい、やっぱりボケ見って外せない要素なのかなってすごく思ってて、はい、それは どうですかね堀口さんから見て。あ、でもフロントこれからフロントっていう意味では、うん、やっぱり結局フルサイズなの、うん、ってちょっと思ってしまったんですけど、テリオさんでも思ってしまうわけですね。ちょっとそのアキアさんの意見を聞いて、はい、うん、そうか、だまあ、かたやね、うん、熊澤さんは多分マイクロフォーサーズ押してくれるんですけども、うん、まあ、僕寄りの人なんで彼は、はいはいはい、どっちかというとガチユーザーなので分かるんですけども、はい、一般的なああいう、はい、アキラさんがガチではないとは言ってないんですけども、はい、いわゆるなんていうかな、フロント意識した人たち、そうですね、はいはい、はやっぱり、うん、もちろん圭介さんも含めて、うん、ボケ見っていうのはすごく重要なファクターなんだろうなって思ってて、多分あのもうそれ答えすごく簡単だと思うんですよ、うん、結局映像をあ綺麗って人が感じる時って、僕もフルサイズもちろんあのオリンパスペンとか買ったりだとか、うん、初めの頃お金なくて、まあ、そういう入門機買うじゃないですか、うん、いわゆるフルサイズじゃないカメラを触るわけですよ、うん、写りに対しては綺麗は綺麗なんですよ、うんうん、なんだけどプロと何が違うのかよ当時はもうよく分かんなくて、うんうん、よく分かんなくてこうなんだこのプロのこのすごい、うんうん、っていう時に僕はもうやっぱり写真って興味があったからどんどん、うん、調べていったりとかして、その写真好きな人とかに話を聞きながら、うん、どんどん写真の世界入れば入るほど、うん、僕の中の答えはフルサイズになるんですよ。で、なんでかっていうと、うん、撮ってる写真が明確に色味が綺麗とかあの高精細だとかの前にボケなんですよ。うん、でやっぱりこのボケって海外でボケって言葉が日本のこの言葉がそのまま使われてるぐらい、やっぱりその写真だとか映像において非常に重要なファクターなのはもう誰が見ても分かるじゃないですか、うんうんうん、でカメラ覚えたての人にプロはボケばっかりやってると腕伸びない上がんないぞみたいなね、やっぱりそこに傾倒しがちになる。それくらいプロとアマチュアの差で何がってなったら、あの iPhone でさえボケが綺麗に、ね、あの映像処理として、はい、うん、あの処理をソフトウェア上でしてっていう形で、うん、やっぱりその、なんとなく後ろがボケていて、うん、ボケるってことはそのはっきりがよりはっきりになるわけじゃないですか、うん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 、でそれが高精細かどうか、全体的に高精細でこうほかをぼかせばめちゃめちゃこうパキッとした感じなだとしても、やっぱり背景が邪魔して結局なんていうのかな、割と全部高精細っていう絵と見えないところは隠してというか、フィルターをかけて強調したいところが、そこが要はなんていうのかな、こう境界線がこうびっちりじゃなくてちょっと綺麗にこうフェードアウトして綺麗にボケってなんかなるじゃないですか。でああいう部分で強調された絵っていうのを見た時の、あ、すごい綺麗って感じるっていうのはもうすごい、何よりも多分色味とか高精細かどうかっていう以上に重要な僕はファクターだと思うんですよ。あれにやられるんですよやっぱり。そうで映像も多分僕はしかりだと思うんですよね、うん、やっぱりそのあのスマホで撮ってる絵って普通最近はだから新しいのはあの、うん、ね、シネマティックモードでボケるように なってますけど、完全じゃないにしても初めはパンフォーカスじゃないですか、うんうん、もう何撮ったって全部綺麗みたいな、うんうん、逆に言うと安いカメラってそういうもんじゃないですか、センサーちっちゃいと特にそうだし、うんうん、で要は一般の人から見たらパンフォーカスって安い絵なんですよ、うんうんうん、でいい写真とか、まあ、要はプロが撮るのって何っていうと、写真って言ってもそのなんていうのか、ポートレートだけを指してなくて、例えばこうテーブルの上に置いた物を撮ったところでも周りがこううまくこうボケてたり、その撮ってる対象物ですらこうちょっと奥もなんかちょっとにじんでるぐらいになると、すっごいプロが撮ったみたいな印象なんですよ、うんうん、実際あの何も知らないからこそ。だからそこの境界線っていうところって、多分色味とか高精細かどうかじゃなくて、うんうん、僕はそういう部分だと思ってるんですよ、うん、僕一番最初にこの一眼レフ、いわゆる一眼レフというもので映像が撮れるようになった衝撃っていうのを未だに覚えていて、はい、EOS の 5D Mark II っていう、は
僕も使ってました。結局なんで衝撃だったかっていうとボケ見なんですよね、はいはい、で今までビデオカメラで撮ってて、うんうん、あのパンフォーカス、ほぼパンフォーカスの絵しか撮れなかったのが、うん、一気に本当にシネマティックな、うん、それこそ映画のような映画のレンズで撮ったようなボケ見が簡単に手に入る時代が来ちゃったんだっていう、その衝撃、もう衝撃でしたあれは、っていうのあって、はい、もう正直ボケボケの映像しか当時撮らなかったんですよ、はい、自分の娘、生まれたね、生まれたての娘を、わかります、めっちゃもう全部開放同じです F1.8 のあのマキエレンズで 50mm のキャノンの一番そこそこで買えた、はい、下手したら9000円ぐらいで買えた、はい、あのプラスチックのね、はい、あれでカリ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 あのフォーカスの音が入りながら、はい、自分の娘をワンワン泣く娘撮ったりしてて、はい、もうボッケボケなわけですよ、はい、もう目のほんと一部にしかピントが合ってないみたいな、はい、すげえな、こんなシネマティックな家庭ビデオカメラが今まであったかぐらいの、はい、これは衝撃ですよね。衝撃だ。僕もあのこうね、ハンディカムでやっぱりこう子どもたちの記録してて、そうそう、うん、やっぱあの、ね、長時間すごい撮れるわけじゃないけれども、うん、あの 5D で撮れた映像っていまだに見ててもすっげえいい、あの フル HD ぐらいかな、でもそれでも本当綺麗だし、うん、この雰囲気というか、なんかやっぱこれは何なのかっていうと、やっぱりその解像度が上がったとか、うん、そのメーカーの色、特に色なんか今ねカラーグレーディングがもう前提になってきてるような状況で、色味云々以上になんというかこうそのレンズとの何なんあれ、でも今でも僕不思議だけど今のカメラで撮る映像よりなんか綺麗な気が、そうちょなんか 5D マーク2の映像は久々に見ると、はい、なんかスキンとめっちゃ綺麗じゃないとか、とかなんかありますよね、はい、この間もちょっと全然その話になったんですけど、やっぱりその一眼レフの時のキャノンって、うん、あのなんか色味すっごいんですよ。だからね、そう単純にボケ味の衝撃もあったんだけど、うん、なんか、ね、綺麗だったんですよね。ちょっとわかります。なんかボケだけではないんですよ。ね、ボケプラスの、あのキャノンのあれが狙ってるんだとしたら本当すごいなと思ってんだけど、多分狙ってないんじゃないかなって思ってるのが、うんうん、あのミラーレスになった後のキャノンは本当に僕何も響かないんですよ、うん、なんか皆さん言いますよね、うん、もうあの他社メーカーと本当同じ、うん、何のあれもない。でもあの一眼レフの時代のあの映像って、うん、なんだろう、今見ても本当にすげえ綺麗っていうか、要は何がそれ構成されてああなってんのか、なんか僕もよく分かってないんですよやっぱり、うんうんうん、でもやっぱりなんかそれってすごくあって、うんうん、なんかあの当時のレンズも含めたその何で唯一無二とか、多分自社メーカーですら、ま、あの再現できなかったんじゃねえのって思うような、いや本当そう で当時僕の時代はそのアンチがやっぱり出てきたわけですよ、ボケに対しての、はいはい、うん、で、うん、特にブライダル業界とか、僕はブライダルやってなかったんですけど、うんうんうん、ブライダルなんか本当バチバチしてて、はい、従来のいわゆるあの業務用のカメラを使う人と、うん、もう積極的に、はい、一眼レフを使って映像を撮る、はい、まあ、どっちかというと若手ですね、うん、僕の知ってるちょっとご年配の方は、うん、やっぱりいやあのこのカメラの形、うん、要はレンズ交換式のカメラの形して撮るっていうことに抵抗感がある人で、こう普通のもう一昔前 の、うん、あのブライダルムービーを撮られた方なんで、うんうん、もう肩に担ぐタイプのちっちゃいとかに ENG って言われるね、はい、多分あの機種は僕はあんまり分かってないんですけどね、うん、もうそれでこだわってるショルダー型のやつにこだわって、はい、あんなもんで撮るもんじゃないよみたいな、うん、おっしゃってました。そのバチバチなのが当時あったんですよ、うんうん、だからなんか今も割とその平たく言うとそういうのは若干あるのかなと思ってて、あセンサーサイズじゃねえよなみたいな、うん、そのうーん、なんて言うんだろうな、別にマイクロフォーサーズでいいじゃんっていうのは、うん、どっかしらこう、まあ、素直な意見で言うと、うん、天の弱な部分もありつつそっちに俺は行くぜみたいな、はいでね、はいはい、今回そのルミックスのキャッチコピーにも、はい、フルサイズでない選択肢をみたいなキャッチコピーあったじゃないですか、はい、だから僕それを言った時にこの前ちらっと堀口さんにも言ったけども、はい、
マイクロフォーサーズは個性だみたいなことを言ったじゃないですか、うんうんうん、つまり若干そういう意味もあって、はい、俺はマイクロフォーサーズ使うぜみたいな、はいはい、一つの個性みたいなのを出したくて使ってるっていう側面も若干あるのかなっていうのはほんの気持ち感じてるんですよ。でただ僕は仕事として使うから、うん、絶対フォーサーズの方が有利とかっていうのはあるんですけども、シチュエーションによっては絶対あるじゃないですか、うん、だから最適解は照山さんの形だと僕は思うんですよ。フルサイズも持っててマイクロフォーサーズも持ってればめちゃめちゃ要はもうシチュエーションが分かっててマイクロフォーサーズでも全然問題ない、だったら機材軽くて済むし、うん、すごくフットワーク軽くやれるじゃないですか。で別にその全てにおいてマイクロフォーサーズがダメと思ってるわけではなくて、僕はレンズの良し悪しもすごい如実に出るなと思ってるんですよ。マイクロフォーサーズって本当にいいレンズかウーンのレンズの差がめちゃめちゃあって、なんかこうちゃんとした構成をって考えるとそれなりにお金かかってくるなと思ってて、だから僕はもうそんなに今、カメラにめちゃめちゃお金かけられる状況っていうのはちょっと難しいので、結局それはねマイクロフォーサーズである程度の構成をって考えた時に逆にお金かかるってこと、うん、と僕は見てます。あ、なるほどなるほど、はい、もちろんフルサイズはもっとなんて部分はあるけども、うんうん、逆に言うとあのシグマみたいにねこう格安で簡単に言ってしまうとこういうことでしょ、うん、多分そのマイクロフォーサーズってセンサーサイズという大きさがもうその時点で不利、ボケミという意味では不利だから、はい、じゃあボケミを生かした撮影をするとなるとそれなりのレンズを買わなければならないっていう、うんはい、例えばノクトンだったりとか、はい、バリオズミルックスとかね、うん、20万とかするレンズ結局買いますよね、はい、みたいな、はい、片やフルサイズだったらば、うん、例えば F1.8 のマキエレンズだったとしても、うん、簡単にボケを作れますよね、はい、っていう部分で、うん、トータルコスト考えるとそんなに変わらねえか、うん、もしくはむしろ中古のフルサイズ買った方が安いんじゃないかぐらいな、うん、僕も本当そうですね、そういうとこですよね、うん、なっちゃうと思う、ね、うん、やっぱり1つのマウントに絞りたい、うん、やっぱりその金銭的なその2つのマウントでやっぱりそれなりのレンズ構成欲しくなるじゃないですか、うんうん、状況として、うん、フルあのマイクロフォーサーズも使うってなるとやっぱりそれなりのレンズ構成考えるともうそれだけでやっぱりいってしまう、うんうんうん、で1個って考えた時に僕はやっぱり1つであればマイクロフォーサーズの選択肢は僕の今の状況から取れないっていうだけです。だから言ってしまえばボケ見っていうことだけ考えると、うんうん、24105 1本でほぼボケ身も作れるよねっていうのがマイ、はい、あのフルサイズじゃないですか、はいはい、それはマイクロフォーサーズじゃちょっとできないよね、難しい側面ですよね。そう、結局そういう部分ってあるよねっていうのは僕も感じてはいます、はい、で実際それ感じたのは前海外の方にタイの方にとある会社の割と CM 寄りのかな、うん、素材を取りに行かなきゃならなかった時っていうのは僕しかも機材がねタイのどっかだけは結構僻地の方に行かなきゃならなくて、はいはい、すごく悩んだ末に構成としては、EOS5D Mark3 と24105 1本のみだったんですよ、うん、はいはい、というのはその時 GH2 4かな2かどっちか持ってたんですけれども、はい、マイクロフォーサーズで海外の、ね、絵でね、うん、ボケ身を生かしたのっていうのは、うん、狙おうとするとじゃあノクトン持っていかなきゃならないしでもボケ身だけじゃまずいよね、うん、ちょっと時にシャープに撮らなきゃならないから、はい、うーん標準ズーム持っていかなきゃならないしってなると、はい、結果的に機材増えるよねって思って、うん、EOS 5D Mark III と24105 1本だけだったとしても、はい、ボケ身を作ろうと思ったら結構なボケ身作れるし、はい、絞ればそこそこ絞れるなみたいなのが、まあまあはい、まあ頭にあって、はい、最終的にもう それしか持っていかなかったんですよ、はい、っていうのは以前あったんですけれども、うんうん、そこはちょっとジレンマではあるんですけども、うん、照山さんとしてはその今ほらやっぱり GH6 っていうところで、うんうん、要はマイクロフォーサーズっていうところこうやっぱり良さがさっき言ったようにやっぱり GH6 の良さあるじゃないですか、熊田さんとも話してた部分もそうだし、うんうん、そうなんですよね。でありながらどこでも僕は熊沢くんにもやっぱあるんじゃないかなって、でもちょろっと言ってたのがそのやっぱり S1H は S1H でやっぱりっていうところじゃないですか、だからみんな多分それ持ってると思うんですよ。要はあの今回 GH6 手に入れた人でもちろんその純粋にマイクロフォーサーズの例えば GH5 買っていてようやく待ちに待った GH6 を手に入れた方と、もう仕事に
とかみたいな感じで動かれてる方って一本でやってる場合の方が逆に少ないと思うんですよ、少数だと思うんですよ、うん、でフルサイズも使ったりしてて、で要は結局は照山さんと同じで適材適所っていうのがもう頭の中にあるから、職業でやってたとしたらね、はい、だから、うん、要はマイクロフォーサーズ変えるわけですよ、うんうん、で要はこのシチュエーションだとこういう構成にしよう、こうこうやろうっていうのが分かれてるから切り離してて良さっていうのを言ってるのかなって僕は思ってるんですよ、うんうん、単純に。ただ僕はあくまでもさっきおっしゃってた話で1個のマウントでやろうと思ってる人間だから、でそれでいてスチルとムービー両方同じような、まあ、言っちゃうと比率でやる状況下になるとかなり限られるというか、結局それで、どんなに好感度が良くなったとはいえフルサイズ超えてるわけじゃないじゃんとか、僕が AF でいう投射費じゃなくみたいなことを言ってるのと同じで、やっぱり、フルサイズを目的に置くべきなんじゃないんじゃないかなと思ってて、実は。ただ、マイクロフォーサーズのフラグシップ機を出したことが全然で、ね、いやそうなんですよ、うん、だから今その堀口さんが言ったことって、いわゆる一般ユーザー、一般で買う人のユーザーの立場からするとどういうふうに映るのかなって思った時に、はい、単純にね GH6 というすごそうなカメラを使ってみたかったからっていう理由も一つあるのかなと思ってて、だあんまその人たちにとってはセンサーサイズってそんなに関係なくて、はいはい、ボケ味とかそういうのもそんなに関係なくて、うん、単純に今旬のすごいカメラを使ってみたいっていう気持ちで買うっていうのもあるのかなって思ったんですよね。いや僕はちょっとやっぱり考え方っていうか違う感じですね。用途として考えるならば、はい、なんでマイクロフォーサーズにその人行ったんだろうって、いや多分マイクロフォーサーズって考え方がそもそもないと思うんですよ。はい、要はなんだろうな、動画を撮るってなった時に何がいいんですかねって素人って絶対なるじゃないですか、うんうん、その人たちにGH6は刺さないんですよ多分、うんうん、GH6 の良さって、逆に言うと映像に目を向ければ向けるほど良さが分かるから、要は目を向けようとした人には響く部分はあると思うんです単純に、うん、だって素人があの機能をあれだけの機能を使いこなせるはずもないし、そうだ僕は職業で使ってるし、うん、GH6 の優位性とかがめっちゃ分かるんですよ、はい、だからこれは最近もそうなんですけども、ほとんど僕最近 GH6 って撮ってるんですね、うん、はい、それぐらい気に入ってるんですけれども、うん、これ一般目線で見た時に、うん、確かにそこまで GH6 にこだわってか行く理由ってどこにあるんだろうなっていうのは確かに思うんですよね。いや一般の人は買ってないですよ、だから僕の目から見たら、いやだから僕が今言った GH6 っていうすごいそのマイクロフォー、しかもマイクロフォーサーズのフラッグシップっていうのを使ってみたいっていうのが一つ大きな理由なのかなって思って、あでもそれは使ってみたいと思うのは GH4-5 を使ってた人たちは待ちに待ってたフラグシップも最高のですよ、ぶっ込みましたよ。従来のいわゆるマイクロフォーサーズユーザーだからっていうところ、やっぱカメラを触ってて、あの中にはソニーのフルサイズから多分マイクロフォーサーに来る方もいますよね、はい、求めているものが多分ソニー使ってなんか違うなってなってて、多分何かをきっかけでルミックス触ることだったのか映像見たのか分かんないけども、多分触れるきっかけがあって、うんうん、実際の実機とかっていう意味ではなくてね、こう出したアウトプットの映像かもしれないし、僕みたいに、うん、要は触れる機会があって、あここならいけるんじゃないかで知れば知るほど、そしたらやっぱり僕とも同じように、うんうん、キャノンボーンって投げてドンっていくのと同じだと思うんですよそれって、うんうん、その状況になれば今の特に GH4-5 と比べたって映像綺麗じゃないですか、で使っててこう手ぶれこうだしみたいな、その見ている先がやっぱりルミックスがすごいハマってっただけの話で、もともと経験値があるから GH6 が刺さるんだと思うんですよ、うんうんうん、はい、初めて買う人が多分いきなり GH6 刺さるかって言ったら僕は刺さんないと思ってる、うん、やっぱりそれはフラグシップだから、うんうん、要はカメラの彼女も知らない人が、ビッグカメラに行っていきなり Z9 進める店員いないじゃないですか、うん
そうね、いやでも確かに お金に一個入れ目はつけない最高級の出せって言ったらなんかいくつか出そうじゃないですか、うん、いわゆる各メーカーフラグシップ並べてどれがいいですかって多分言うと思うんですよ、うん、でもそうじゃなくてみんな予算がある中で初めて触るんですってなった時にやっぱり僕らがくろうとが質問されても答えるの最高級だから GHX いいよって何も考えずに言うってことないじゃないですかやっぱり、うんうんうん、やっぱりなんかこうここって相手の状況とかを聞いてなるほどそういう状況下で何を求めてるかを聞いていったら僕らはやっぱりソニーなのかルミックスなのかキャノンなのかニコンなのかみたいなところから、それの中でもラインナップでフラグシップ入門機なのかどうなのかっていうところでこうだったらこれいいんじゃないのとかあと相場も含めて、うん、機能と相場の要はバランスを見てそれだったら入門なのにもう十分すぎるぐらい機能あってこれだったらいいんじゃないとかなんか僕は割とフラットに見てるからそのルミックス進めるパターンないんですよ、うん、ほとんどただいいと思ってる部分山ほどあるじゃないですかただ僕の持論は触ってる人間じゃなければこの良さは多分理解ができないと思ってるから本当になんかスマホで子供の動画を撮ろうとして撮れるんだけど望遠できなかったりとか、うんうん、なんかこうちょっとこう、拡大とかやってても、うん足んなかったりうーんってなったりしてる人たちがいてやっぱりカメラ欲しいねって例えば本当カメラなんか触ったことないご家庭が、うんうん、なった時にGHX の良さはあるんですよもちろん手ブレがめっちゃ強かったりだとかあの逆にそのなんていうのかなあのボケがないからこそ少ないからこそ撮りやすさがあるじゃないですかああいう時も、うん、ミスが少ない、うんうん、でそういうところでアドバンテージはあるんだけれどもそれは僕はもう痛いほど伝えてますけどねいろんなところではいまあ、うん、厳密に言うと伝え方もあったりするから、うんうん、一概には言えないんだけどもあの多分でもほらそれは堀口さんから言わせると、うん、ある程度使い込んだ人の意見であってっていうことじゃないですか結局はそこになる素人はそんなん分からないよね、うんはいまあ、確かにそうだよねっていうところなんですけど、うん、だから僕は何が言いたかったかっていうと、うん、結局入り口としては、はい、センサーサイズってなんかどうなんだろうなもう今あんま関係ないですよ、うん、結局ボケが必要でだってボケが必要でだとしてもですよ別にマイクロフォーサーズでもボケるじゃんっていうのはその通りだと思ってるし、うんうんうん、で言っちゃうとアウトプットの映像ってある程度こうノイズがあってって、まあ許せる許せないとかあったりとか、うん、ノイズリダクションかければっていう話もあるし要は映像っていじるじゃないですか、うん、いじるからこそなんていうのかなこう最終的に何を選択するかっていうのは自分のその軸で選ぶだけの話なので、うん、要はフルサイズだからマイクロフォーサーズだからっていうよりかは写真にノイズが少ない、うん、失敗がより少ないとかでいて、自分の撮りたいものに対して機材と要はさっき言ってたあのマイクロフォーサーズでも本当にガチでやってたら結構意外と高くなるんじゃんみたいなところも実際あったりするじゃないですか、うん、だからフルサイズマイクロフォーサーズっていうのはその人の状況によって選択すればいいとは思ってるんですよ、うん、そこはなんか優位性は確かに存在していると思うんですね。ただそのフルサイズ側もマイクロフォーサーズ側もそのお互い短所って言われているところっていうのを、うん潰しにかかろうとしてメーカーはしのぎを削って進めてきてるわけじゃないですか、うんうん、だからその差っていうのは昔ほどなくなってるのも事実なんで結局ってなってくると微妙な差はある、うん、でもそのハンドリング要は操作性だったりその要は後の事後処理も含めて要は夜ばっかり撮る人がスチールばっかり撮る人が、うん、あえてマイクロフォーサーズ撮る茨の道を進むとは僕は考えにくいと思ってて、うんうんうん、あの結構昼間とかだともう全然綺麗じゃないですかであのボケ身もそんなに必要としないジャンルってなったらもう全然マイクロフォーサーズだと思うし、うんうん、逆にもう手軽でボケボケにしたいんだったらやっぱり頑張ればできるマイクロフォーサーズよりもフルサイズの方が利点高いなって思うし、フルサイズレンズでかいじゃんっつってもシグマみたいにフルサイズのレンズでもあんなちっちゃいものを出してきててそれなりの写りじゃないですか、うん、やっぱりその技術ってお互いにその短所をカバーしてきてるので差がもうなくなりつつある、 なくなりつつあるね、うん、っていう感じ、うん、ただその頑張ればできるっていうのと安易にできるっていうのがお互いにあるわけじゃないですか、うん、でその
こう頑張ればできる部分が主の人がその選択って結構過酷だと思うんですやっぱり、うん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 、だったら、ま、例えば僕が言う好感度で言うてもなんか僕がやっぱりあのノイズ乗るけど許せるノイズそれは僕の視点だよねっていう自分の視点だよねと、うんうん、それ見て僕はプロだから結局頼まれて写真撮ってて、うん、僕は許せるノイズですって言ってて向こうがなんだこのノイズ写真って言われたらもうアウトなわけですよ、うん、ないに越したことがないで OK でそういう要望が来るんだったら要はない写真にノイジーにすればいいだけなのでちゃんと自分の形、うん、思い描いてる形でノイズ感を出すっていうだけがでいいじゃないですか、うん、イレギュラーなんですよそれって、うんうんうん、やっぱりだからなんだろうなこう自分の状況によって選択肢がもう変わるだけって思ってて、うんうん、本当にもうそこなんじゃないかなって思ってて、ただ僕がさっきの話じゃないですけどやっぱりだからフルサイズ触っててなんでみんなこう JCX って行くのかなって、うん、ちょっと不思議っていうのはでも一個感じてるのはそれはフルサイズをもうすでに持ってて、うん、それとは別の利便性である特定の条件下でめちゃめちゃ使いやすいからってだけなんだろうって僕は解釈してるんですけどね。僕は一つそれが個性なのかなっていう方向はあるのかなって思ってるんですよ。もうこれ何度も言ってますけど、マイクロフォーサーズっていう一つの、うん、なんて言うんだろうな、センサーサイズとか関係なくて、うん、マイクロフォーサーズ使ってみたいっていう。多分それは手根山さんにやっぱりいろいろな機種、まあまあルミックス系多かったとは思うんですけど、うん、触ってての僕はめっちゃねマイクロフォーサーズの良さをこれまでいっぱい伝えてきてるんですよ、うん、それ本当にそれを教えてもらった人ですからねここに目の前にのでもいろいろ突き詰めていくと確かにそれはすごくこう業務寄りの考え方も多分に入ってるし、うんうん、一般の人が広いいわゆるフロントの間口としてマイクロフォーサーズを見た時に、うん、どういうふうに映るのかなとか多分人からちょっとそのカメラかじった人から説明されると、はい、でもまあボケ味弱いよみたいな一言で終わっちゃう機種なのかなって。うん、まあ、でも、どのカメラでもあの長所と欠点はあるわけじゃないですか。長所と短所は絶対あるじゃないですか。ちなみにねその堀口さんが、はい、まあ、やっぱ僕はできればフルサイズっていうところにいると思うんですけども、はい、そんな堀口さんがマイクロフォーサーズ、うん、でもこういうところがいいよねって言うとしたらどういうあたりですか。それは比較対象がフルサイズと比べていいと思ってるところって意味合いですかね。まあ、それでいいですね。じゃあフルサイズと比べてやっぱりここマイクロフォーサーズの優位点だよねっていうところって、でそこが結局マイクロフォーサーズを選択する人たちの理由でもあったりもすると思うんですけど、はいろいろあると思うんですけど、要には焦点距離が2倍になるから超焦点に優位だよねとかっていうのは、でもそんなあの望遠ばっか撮るとかって言ってたじゃないですか、はい、でね、例えば今回、牛院さんなんかはすごい GH6 使ってるんですよ、うん、で多分牛院さんは今までもう絶対的にフルサイズの方がいいって思ってた人だと思うんですけど、うん、こんだけマイクロフォーサーズの良さを今感じているのは、うん、多分枠猫さんの、はいはいはい、あの案件があると思うんですよね、うん、結構あれってかなり際どくクローズアップ撮らなきゃならなかったりとか、うん、でもそういう時にマイクロフォーサーズってすごい有利だったりするじゃないですか、うん、いわゆるマクロの世界とかっていうのは、はい、あの倍率が、ね、2倍になるので、はいはい、すごいマクロが撮れる、であれ止まりますからね、止まるっていう部分で、はい、あの多分今の芸人さんとしては、うん、職業という意味でも適材適所で、うん、フルサイズとマイクロフォーサーズを使い分けられてると思うんですね、はい、もう絶対フルサイズっていうところではなくなった気がするんですよ、うん、分かんない、こんなこと言ったら芸人さんに怒られちゃうかもしれないですけど、でもなんとなく僕も分かりますよ。あの、うん、要は芸人さんはやっぱり YouTuber として自宅でカメラ構えて固定じゃないですか、で環境は作れるじゃないですか、で枠根彦さんっていう作家さんを撮ってるシチュエーションもこう演出、要は場を作って撮影するじゃないですか、うんうん、でその時にあの S1H を使うパターンと GH6 を使うパターンで、僕はまず一番違うだろうなと思ってるのは、その焦点距離で手元が寄れるもまず一点あるし、うんうん、あと僕やっぱり
それを手に持って、牛院さんの場合って手持ちっておっしゃってたじゃないですか、やっぱり S1H にいいレンズくっつければそれなりに重いわけですよ、で手ぶれが効くとはいえ、さらに手ぶれが効く GH6 で軽くなるわけじゃないですか、撮影の体験として撮影しやすいはずなんですよ絶対に、焦点距離も取りやすい、もう稼ぎやすい、でいて手ぶれもバリバリ効く、さらにもう S1H 以上に効くわけじゃないですか、それでいて軽い、疲れない、これ最高じゃないですか。要はだから結局そこら辺がマイクロフォーサーズの優位点っていうか、優位点になると思います。大きな優位点じゃないですか、まあ、そういうのは多分あると思うんですけども、まあでも言うてもそのある意味ニッチな部分なのかなっていう部分も多少あって、だからこそそれが GH6 の強みだとするとニッチな部分すぎて一般層にはまずは伝わんないよね、だから映像をやる、その他にマイクロフォーサーズの利点を、そのフルサイズが好きな堀口さんの立場からこう探してみるとしたらどこら辺だと思います？あくまでも僕の視点で言うと、もうなんか今までここなったんじゃんと思ってたものが、多分潰れてる気がしてるっていうので、ほぼ今僕感じないっていうのが正しいかもしれない、例えばフルサイズと違って要は、小さい構成にできたのがメリットのはずなんですよ。小さい、要はカメラ本体も小さく、レンズも小さくして、一眼レフに迫るようないい写真なり映像がこのサイズで撮れるよっていうのがメリットだったはずなんですよ。当時は、スタート時って。けど突き詰めれば突き詰めるほど GH4 も5も似たような感じなんですけど、結局手ぶれだったりいろんな必要だよね、映像を撮る上で必要だよねっていう要素をぶっ込んでいくと、あのサイズ感ではもう無理ってなってきてるじゃないですか、で開き直ってって言い方あれだろうけども、要はその、当初のそのコンセプトからは、1個外れることにはなったはずだと思うんだけども、小さいっていう要素っていうのを捨てて、要は他と比べればそれは小さいかもしれんと、ただマイクロフォーサーズというコンセプトからは考えたら絶対にでかかったはずの GH5 が出て、それでもでも僕は買ってるし、でも映像があれだけすごかったから行くに値したんですよ、小さかろうが大きかろうが、やっぱりなんか本来のその違う方向に来てると思うんですね、これはもうルミックスだけに限らず、オリンパスも多分同じ、それってただオリンパスはなんかこう割と入門機みたいなものを用意してたりするじゃないですか、やっぱり。で、まあ声が今ルミックスサイドでも上がってるのが GX でしたっけ、要はマイクロフォーサーズのちっちゃいやつ欲しいってみんな言ってるっていう、であそこが出なくなったのが一番なんか、これがルミックスの方向性なのかなって思ってるんですね、要はそこのエントリー機っていうのを外していって、今回も GH6 もそうですけどフラグシップにどんどん寄ってきている、けどそこってもう僕の目から見たらニッチな世界でしかないんですよ、一般の人に響くってことを考えるんだったらそもそもコンセプトや出発点も多分違うはずって思ってて、もうあれは映像を触りたい興味のそもそも持ってる人に向けて、でしかもそれって良さって僕から見たら大工道具も同じカンナじゃんと思うのに、削ってみたら全然違う、これ何これっていうカンナって山ほどあるわけですよ、大工道具一つ取ったって見た感じ本当に同じ形なのに、削ってみたらなんでこれこんだけこんななんのみたいな、本当にそのもう一見同じものなのに全く異質のもの、でやっぱりそれは職人さんが作ってるからじゃないですか、そのカンナ自体もカメラも全く一緒で、なんだろうな、そのカメラの良さってやっぱり使ってみて初めて分かるとは思うんですね、で特にルミックスの追い求めてるものってそういう方向に行ってるように僕には見えてるからこそ、それは一般の人に知ってほしいが多分もうそもそもないんだろうなってちょっと思ってるんです最近は。だからエントリー機も外してるし、マイクロフォーサーズってスタート地点は違かったけど、その映像美を求めていく過程の中で GH4、GH5 の流れ、で最後ってわけじゃないけど、本当のフラグシップ、現時点でもうフラグシップとして出てきたのが GH6 って考えると、もう別に一般の人に目向けてないって僕は思ってるんですよ、だから
今のテリマさんの、まあ、そうフロントの人たちに響くはずがない、うん、そもそも、うんうんうんね、一般の人にさっきの大工道具で、ね、全く同じカンナにしか見えないのにこのカンナめちゃめちゃすごいんだよっつったって、うん、やっぱり触ってなければその良さは絶対に理解ができないと思うし、うん、逆にちょっと触った程度でも分かんない可能性もあるぐらいのものじゃないですか、うん、その道具って、うんうんうん、であえて僕はその搭載する機能も含めて今のルミックスの向かってる方向は多分本気で映像制作を始める人にしか刺さんないと思ってるんですよ。ただでも逆に言うと、うん、本気で映像制作を、うん、やりたいって思ってる人には刺さるってことですよね。刺さると思います。刺し方が間違えてると思ってるだけなので、うん、そこはやっぱり、うん、そうか。僕はその GH6 は、うん、何がすごいかっていうと、うん、やっぱりその確かにフロントにはそんなに行くカメラ、まあ、GH ですからね、あの、はい、一応フラッグシップなんで、はい、フロントに行くカメラでは間違いなくない、うんうん、でまず手ブレ補正っていうのがものすごくて、そして止まらない止まらせないっていう部分と、はい、すごい多画素からのオーバーサンプリングの、うん、いわゆる完璧な画質っていうのを保とうと思った時に、はい、これをフルサイズで実現したら多分 S1H もしくはそれ以上の大きさになるところを、はいはい、マイクロフォーサーズだと実現できるっていう部分が、うん、今 GH6 っていう形で出てきてると思うんですね、はい、でここがうん、フルサイズでじゃあマイ、うん、と GH6 ぐらいの大きさで万が一実現できる頭脳っていうかそのエンジンだったり熱処理だったりっていうのが可能だったらば、はい、やっぱりみんなフルサイズに行くと思いますか？ああでもその中身次第なんじゃないかなって思ってて、結局一回フルサイズじゃね、うん、まあフルサイズにしろマイクロフォー今のそのフルサイズが出たらって話じゃないですか、うんうん、でそれはマイクロフォーサーズ今使ってる人たちがって話ですよ ね、 あのねってなると言いたかったことはごめんなさい、うん、僕ね今話かなり下手であれだったんですけど、他メーカーも含めて他の要には、うん、GH6 って大きいってイメージあるじゃないですか、うんはい、でも中身のことを考えると、うん、すごくコンパクトに収まっている機種だと思うんですよ、はいはい、僕もそう思います。実現している機能とか、はい、画質とか、うん、そういったのを考えると、うん、こんなコンパクトな機種はないって思うんですけども、それってやっぱり僕らぐらいのレベルだから分かるのであって、はい、一般の人にはどういうふうに映るのかなっていうのがあるときに、そうだからそれって利便性、中身の機能を理解しているのでその機能がこのサイズに入ってるっていうのが理解ができるから、そうそうそう、すごいわけだし小さいと思うじゃないですか。すげえなとは思うけれども、うん、別に普通の人はすげえなとはそんなに思わないし、パッと見た時にどんな機能が入ってるかわからないじゃないですか、うん、で単にでけってなるだけなんですよ、うんうん、でも、うん、そこをね逆手にとってマイクロフォーサーズでこんなでかいカメラって使ってみたいっていうような好奇心っていうのはそんなにないんだ。ない。やっぱりそれってでかいからっていうのはそこの道に一歩入った人の考え方だと僕思ってるので、うん、あの一般の人って、いやっていうのは、ね、っていうのは、うん、その僕前あの 5D Mark II を使っててすごく絵が綺麗だったし、ボケミもすごかったんだけども、はい、飽きてきたんですよだんだん。そういう映像ばっか出てきて、うん、飽き飽きして、うん、言われてましたよね当時。 それで GH2 に、まあ、行ったっていう経緯があって、はい、そこは正直言えばボケミばっかの映像が並んじゃって、はい、つまらないねってなった時に、うんうん、マイクロフォーサーズに行った時っていうのはボケミを作ろうと思ったらボケミを作れるし、はい、シャープにしようと思ったらとことんシャープにできるしって、うん、その振り幅ができたんですよね、はい、でもフルサイズの場合は、まあ、さっき24105本持ってれば、はい、シャープにもできるしとは言ったけども、うんうん、でも言うてもやっぱボケちゃうんですよ、うん、ボケちゃうっていうのがすごい分かります。ボケちゃうんですよ、はいはい、である意味僕自身ちょっと天の弱になっていた部分があったのかもしれない。当時そのあんまりに、うん、ぼかしゃいいみたいな映像が蔓延した時に、うん、僕はそっち行かないぞ、はい、みたいなちょっとそういう気持ちがあったかもしれない。でもそれって、うん、あの要は写真を撮る映像を撮る、うん、ここの
ここの道に興味を持った人がまず思うのがボケなんですよ、うん、でそこにもうどっぷり掴んで存分に楽しむじゃないですか、うん、でそれをみんな抜けていってそれだけじゃない世界だったり、うん、あのそうじゃないっていう、だからあの玄人になればなるほどボケっていうのはちゃんと要は使い分ける必要があるよと、うん、要は上にいる人からすると、うん、まだこうカメラを始めたての人がみんなボケ取るっていうのはこう嘆かわしいというか、それから抜けるのが大事よっていうのをちゃんと言うじゃないですか、うん、それみんなそこ経験してもうどんどん先行ってる人だから、そこでねでみんなもう初めは撮りたがるんだよっていうね、でも絶対俺通る過程だと思うんですよ。だからこそライン引きっていうのがあって、向こう側から見たらプロとの境界線の中で一番手前にある一番分かりやすいそのプロっぽさって何って言ったらボケであるのは間違いがない、うん、で入れば入るほど初めそこに使ってめっちゃ楽しいじゃないですか、あのボケ方って初め、うん、でも撮ってるうちに飽きてくるし、それだけじゃない世界っていうのが目について、うんうん、要は表現っていうところのまたさらに先に一歩進めるはずなんですよ。だからね、そのまたさらに一歩進めるはずって思った時の、うん、最高のフラッグシップって思った時、今 GH6 っていうのはドハマりする機械、はいはい、カメラだって僕は思ってて、はい、なんだろうな、いやだからそのポテンシャルはあると思いますよ GH6 は、うん、そこまでの人には。だから、僕のチャンネルに遊びに来てくれる方たちも多く GH6 買ってるじゃないですか、うん、僕フルサイズ派って言ってんのに毎回遊びに来てくれる方たちも買いました買いましたってやってて、ですごくそれは分かるし、あの逆に言うとうちのチャンネルに遊びに来るぐらいだからこそカメラ好きじゃないですか、うんうんうん、ね、なのでやっぱりもうそこ通ってる人たちでちゃんと自分の撮りたいものがあるから、別に誰が何をがあの総合的に判断してこれ欲しいと思ってみんな買ってると僕は思ってるんで、そうなんで買ったのなんて思わないし、そこはまあなんかそういうもんなんじゃないかなって思うんですよ。やっぱりそのボケだけじゃないってなれば、選択肢としては GH6 ってもう映像による人であればあるほど魅力的に映るのは分かるので、あのやっぱ気になる欲しい、全然は普通だと思うということだと思うんですよそれって。ただじゃあそこを突っ飛ばしてこのプロの協会のラインのもっと向こう側にいる人たちにいきなりじゃあそこをくぐんないと良さ分かんないっていう GH6 の良さ分かれって言ったところで絶対分かんないじゃないですか。僕はそう思ってるんで。いやだからね、僕も今回レビューを受けさせていただいたんですけども、そこら辺の伝え方ってのはすごく迷ったっていうか難しいなとは思ってたんですよ。いやでもそう、僕も一周してね気づいたのは、うん、戦略はやっぱこれでいいのかなって思ってるんですよ。フロントフロントって僕言うじゃないですか、うん、けどどう見ても企業的な戦略を見ればやっぱり特化してってると思うんですよ、うんうんうん、だってマイクロフォーサーズである時を境に GH シリーズしか出してないじゃないですか。ってことは、あ G100 出ましたけどね、僕の中でおおってなったけど、で一応ね僕らの認識だと本当に GH シリーズがなんぼ4、5、5S あって GH6 で、やっぱりそのマイクロフォーサーズをこう企画を作って牽引してきたパナソニックからしたらやっぱりあのフラグシップであるべきと思っても全然おかしくないし、 L マウントにしてもフルサイズ側にしても、まあ言っちゃうとよく、あの S5 色気出したなと思ってるぐらい、要はあれってうちもちっちゃい出せるぜみたいな感じに僕は映ったから、ただやっぱりそのこうでかくなるんだっていうポリシーがあったと思うんですよ S5 出るまで。S5 はだからそういう意味で言うと、うん、ある意味得意ですよね、そのパナソニックさんの方向から言うと、うん、だと思います。 あれはもうだって思いっきり割り切ってるところを割り切ってるし、うんうん、でも最近僕 S5 を全然使わなくなっちゃって、そのへなんでかっていうと、はい、GH6 ができることがやっぱりすごいから、うんうんうん、もちろんね S5 の方がフロントっていう意味での分かりやすさっていう意味でのボケを作るにはすごくいいんですけれども、10ビット放送で撮ろうと思ったら、うん、30分でやっぱ止まっちゃったりとか、微妙なところでやっぱり到達できてないんですよ、はいはい、でそこを GH6 のレベルまで引き上げようとすると、うん、結局 S1H ぐらいの大きさに、はい、フルサイズだとなってしまうっていうところが、はい、まあやっぱあって、うん、で
その大きさといろんなバランスを考えた時に、個人的にはですよ、僕的には GH6 ってかなりありなカメラだなっていうのは思うにせよ、伝える部分ってなかなか難しいよね。いやでも僕は牛院さんや照山さんや他の方たちも含めてレビューしてるじゃないですか、ある一点の一箇所だけを除いては僕は伝わってると思ってる、でそれってやっぱりさっき言ったもうディープな人間にしか伝わらないから、でそういう人たちには十分すぎるぐらい伝わってて、そのパイがちっちゃいだけ、映像を他メーカーで映像を始めました、そこでどうやってルミックスを見てもらうかって、けど一回触って操作性とか UI がいいとかって慣れの部分だったりすると思うんですよ。そう、そんな実用的じゃない UI 乗っけてたらそれこそソニーもう今ないと思うんですよ。要は操作性悪いとはいえ慣れて、使ってる人がもうほとんどいるじゃないですか、結局のところ。まあそれ Mac 使うか Windows 使うかみたいな話です。そうです。やっぱり僕は Mac 使いなんで Windows なんか本当なんかなんだこれってなってるけど、嫌顔でも仕事上覚えざるを得なかったんですよ当時。だからそういう風なのと一緒で、逆に触ってしまえば全然慣れるものなんで、UI とかって、確かに使いやすい、まあ、だから結局は戻ってますけどね。でしょ、僕もね、いや僕の中では、ルミックスは Mac なんですよ、使いやすい、初心者にも分かりやすいみたいなところがあって、具体的なメーカーは言わないですけど、他メーカーではすごく Windows っぽさを感じたりするので、結局 Mac に戻ってきちゃうみたいなのがルミックスなんですよ、ね、分かります、だから僕も本気で検討しても戻る理由もそこにちょっと近い部分で一周しちゃったっていうのあるじゃないですか、だからすごくそこはやっぱり一緒っていうか、まあでも確かに人によっては慣れてしまえば関係ねえ、関係ないっていう部分はあるかもしれないですね、それはね。で逆に言うと、映像として入り口に入るのはもう別に必要としてない、ルミックスとしてはね。で他で映像体験して、まあ満足しちゃったらなかなかこっち来ないでしょうけれども、そこで何のアドバンテージ、逆にフロントじゃなくて映像を作る側に足を突っ込んでる人たちに向けて何を見せるのかなって、で僕はだから Z9 に関してはあんな別にカメラの彼女も知らない人が Z9 マジすげえってならないじゃないですか、逆に言うと知ってるからこそマジかよっていうものをぶっ込めるっていうあの衝撃、やっぱりそのでもさ、そういう意味で言うと僕 Z9 と GS6 って結構近いものを感じてるんですけど、なんかその堀口さんがいつもね Z9 ぐらいのことやらないとみたいなこと言うんだけども、僕 GH6 は割と Z9 にすごい近いものを感じてて、それって常識覆すようなことやったのかなって思うんですよ僕は。すげえなと思ったんだけども、僕が違う GH6 とそういう意味では近いって言ったのは、本当に良さが分かっている人だから響くものっていう意味で近いってこと。一般のユーザーからしたら、あんま関係ねえかなって思うんですよ。そこはくすんでる層があるんですよ、その界隈でも。わかります？プロとしてスタートして、僕みたいにスチールとムービーのこうバランスよくやってる人だったり、本当にどっぷりビデオグラファーだけでスチールだけって人もいれば、そのバランスもいろいろだし好みも違うわけですよ。でどんどんそのさっき言った細かい機能で、僕から言わせると、多分もっと 上にいるような浅い層にいる人たちって422.10bit すらんって感じでしょなんですよ、でも知れば知るほどそういう世界が待ってるじゃないですか、ただそういう浅い世界にいる僕らですら Z9 のインパクトがメカシャタレスってどういう絵撮れるんだとか、理屈も分かんなくてもっていう、どういう風になるのか興味をかきたてられるっていう部分があるんですよ。で要はもう他社メーカーもやってる、ね、4K120p 今更かよっていうのもあるし、もうだんだんあの綺麗なスモーモーションが撮れる、クロップするしない、アウトプットでクロップしてんのかどうかよく分かってないから、それ撮ってる側の話じゃないですか。まあでもそれはあれだな、やっぱりプロモーションっていうか、そういう部分もあるかな。例えばね、そういう意味で言うと今回のダイナミックレンジブーストっていうのはメカシャッターレスに近いぐらいのインパクトがあってもよかったと思うんです、でもいや今笑ったでしょ、いやいやって思ったでしょ
比較するところじゃねえよって思ったじゃないですか、うん、比較するところではあるんだと思うんですよ。でそれって、うん、物の伝え方一個なんじゃないかなと思ってて、あれってあれすごい技術で、実はダイナミックレンジブーストって、はい、2枚の映像を結局リアルタイムで合成してるわけじゃないですか、うん、ただね、アウトプットとしてあのダイナミックレンジが広がるってだけじゃないですか、うんうん、僕想像できるんですよ、言っちゃうと、黒いとこ黒つぶれしない、うんうん、白飛びしない、あのメカシャッターレスで上がってくる映像がどう、 あれ見てもどういう影響を及ぼすのかとか、ね、要は知らないから興味がかきたてられるわけですよ、うんうんうん、だからあれで撮った映像見たいってなってもなかなか出てこないのになんかうーんってなってるっていうぐらい、うんうん、あのいろんな要素で、しかもニコンが手掛けてるじゃないですか、またちょっとそこはちょっと付加価値はあったりするんですけど、あそこが本気で映像を出した、しかもめ、ね、どこもやろうや成し遂げてないって言ったら言葉ちょっとあれかもしれないけど、やってないメカシャッターレスいきなりぶっ込んできた、えこれどんな映像撮れんの、どんな映像体験になるの、どういうか撮ってるとかどうなの、本当はあの弁当箱みたいなのは持ちたくないけども、うん、アウトプットされるものとか、その要はいじる過程撮る過程も含めてちょっと興味が湧くんですよ、うん、知らない、分かんないから。けどあのね、あのダイナミックレンジが広くなった分かるじゃないですか、うんうんうん、便利、分かるから便利だなってなって、じゃあ今の自分でそんなに今ダイナミックレンジがぐんぐんって上がったところで1段2段上がったで、それがフルサイズと比べ物にならないぐらいすげえよっていう、なんかもう HD みたいになっちゃうような、まあおっしゃるとなれば、うん、マジってなるけど、えそフルサイズに近づいた、うんはいはいってなっちゃうじゃないですか。それは逆にディープな人だからこそ響く部分であって、それってメカシャッターレスって言われて、うん、動画ユーザーこそ興味そそる記者なんですけどね、うん、だと思いますよ。だからちょっと興味あるって言ってディープな話されるのも分かるし、それはただフロントにいるような僕らでさえメカシャッターレスってどうなるんだっていう、要はちょっと想像が追いつかない部分にリーチしたってことがでかい。それを要はニコンがやってのけたっていうだけで、どんな機種なんだろうってかきたてられる部分があるっていうのが多分一番大きいんじゃないかなって思ってて、でじゃあ GH6 にそこがあったかって言われると、これでもね、メカシャッターレスで読み出し速度も上がってたら最高だったんですけどね、うん、そうディープな部分って多分分かってないんですよ、ね、うん、ただその想像をかきたてられる何かを分かる分かる、そうです、ね、だからあの昨日もちょっと、あ昨日じゃ前回も松井とも話したんですけど、 iPhone にライダーが乗った時みたいに衝撃なんですよ、やっぱり、うんうん、それってえライダーってなんだよってなって、多分あのこうピューってね、あの赤外線出て、まあ、見えないあれだけども出て、要は測るから暗闇でもピント合うんだみたいなだけだったんですよ、うん、ところがどっか蓋開けてみたら、あの 3D スキャンのあの内容もうソフトウェアでどうとでもなる機能じゃないですか、うんうん、衝撃なんですよ、えこれどうなっていくんだろうって、うん、なんかその先を見せちゃうじゃないですか、うん、それが僕大事だと思ってて、 Z9 もどこもやってないそのメカシャッターレス、えどういう映りになるんだっていうところですごい書き立てられるわけじゃないですか。 3D スキャン触ってて、これこの後の世界って垣間見せられてて、もう興味がぜんと湧くわけですよ。その用途なんて全然幼稚なものしか思い浮かばないにもしても、えこれからの世界ってこうなどうなっていくんだろうねっていう何かを垣間見せるっていうのが僕はすごい大事だと思ってて、じゃあそれがあのダイナミックレンジのあのブーストに関して言うと、それはないよねって要は分かっちゃう、僕浅いところにいる僕らでも、それはダイナミックレンジ広がるってことでしょってなると想像ついちゃう。だからそれがバカお前とんでもない世界なんだってなるんだったら、え何それどうなのってなってたけど、でも実際に響いてなかったですからね、あんまりね、うん、だと思います。でそれは、意味のない機能だったかって全然そんなことなくて、その実際撮ってる側からするとここでっていう時にちゃんと黒つぶれしなかったり白飛びしないっていう映像のそのアウトプットの部分の良さは比較すればするほど分かるものなんですよ。だから決して無駄ではないけど、じゃあ響くのかって言ったら新規に響くような内容ではない、要はクロート受けする機能だと僕は思ってて、でメカシャッターレスって実際のとこどうなのって絶対詳しい人になればなるほど言うじゃないですか。いやでもフロントにいるからこそ分かんないから響く、興味が湧くっていうことがあるんですよね、やっぱり。うん、ボケミっていう以外のところで考えると、やっぱりマイクロフォーサーズの、うん、デメリットって、
やっぱりダイナミックレンジがちょっと狭いっていう部分がジレンマにあったとは思うんですけども、うん、はい、いや難しいなこれ。だから実際僕が作品としてなんかこうグレーディングしてたりとか、うん、本当に G6 綺麗な絵が出てきて、これもうフルサイズとそんな変わんないよねっていうのを実感として持ってるからこそ、でもそれって確かに一般の人、一般の人っていうかそのそんなにイメージするできないですよね。多分今の言葉の中で答えが僕あるように思ってて、フルサイズと変わらないんですよ。うんうん、変わらないってことは、まあ、変わらないっていうかフルサイズに近いって言った方がいいですね。近いじゃないですか、うんうん、近いって言葉はどっちなの、上から降りてきて近いの、下から登ってきて近いのって言ったら、うんうん、まあ、こっちですよね、うんうん、ってことは差があるって逆に言ってるように僕には聞こえるんですよ、うん、なるほど、うん、結局はいや量が下って言ってほしいなと思うんですよ。うんと、ちゃうんですよ。うんと、だからこれちょっとマニアックになりますけれども、うん、だけどもフルサイズだと困っちゃう場面で、うん、マイクロフォーサーズ使いたいんだよねって場面があるわけですよ。例えば舞台撮影だったりとか、ね、はいはい、でもそうやるとほら結局それって業務用の業務用よりのニッチな話になるでしょみたいなこと言われちゃうからあれなんですけども、うんうんうん、でもマイクロフォーサーズじゃないと撮れない絵っていうのがやっぱりどうしても存在して、うん、まあ、特に職業でやってたりすると、でもジレンマとしてフルサイズの方がダイナミックレンジいいんだよなとか、ちなみに今のお話でフルサイズで撮れない絵が撮れるじゃないですか、うんうんうん、え逆にフルサイズじゃないと撮れない絵ってゼロ、いやあるか、あの例えば α7S シリーズとかだとフルサイズでノイズレスな映像が撮れるとかね、うんうん、はいはいはい、それはマイクロフォーサーズはそこにはいけないと思うし、うんうん、そういう方向はあるにせよ、うん、それこそニッチだと思いますよ、うん、はいはい、うん、だ結局どっちもニッチだと思うんですよね。どっちにだ突き詰めちゃうと、そう、そう、ただじゃあフロントになるよればよるほどメリットが、うん、要はどっちをメリットと感じるからなんですよ、うんうん、そうです、うん、そうなんです、ね、単純にこういう話をもうかなり前からやってて、会社として結論に至ってる気がしてならないんですよ、うん、最近だからこそ会社として、会社として要はフロントを切ってると思う、もう、ああでも GH に関しては、うん、まあそうでしょうね多分。でも、うん、それマイクロフォーサーズ全般っていうこと？全般っていうよりかは全般じゃないですよ、うん、あのマイクロフォーサーズだってフラグシップ出してるじゃないですか、 GH がやっぱり、ね、だから GH6 の、まあ、ダイナミックレンジブーストみたいな機能が出てきて、うん、ちょっと期待しているのは堀口さんはどっちかというとそれがフルサイズの方向に搭載されてっていう方向もちょっと考えてるとは思うんですけども、僕逆でマイクロフォーサーズの利点ってやっぱりコンパクトっていうのはあるじゃないですか、はい、だけども GH6 はフラグシップだから大きい、うん、で今後もしそのエンジンがもう少し、うん、発展してくれる、処理能力が大きくなってくれるんだったらば、うん、あと熱のあたりもクリアしてきてくれるんだったらば、うん、本当にそれこそ、GX シリーズとか G100 ぐらいの、はいはい、いわゆるマイクロフォーサーズの利点っていうか、はい、コンパクトっていうのを、はい、持ったダイナミックレンジも広くて、うん、ノイズが、うん、今回のような GH6 のように少なくなってくれたら、うん、それはそれですごくそっちの方向っていうのは僕の中でかなり響いてくるんですけど、ね、いやもう結構期待してる人多いじゃないですか、そういう方向って、うん、要はフラグシップで積み重ねてきた全部込みだからあんなサイズじゃないですか、うんうん、フロントに行けば行くほどこれは欲しいよね、うん、これはあった方がいいよねっていうのをできる限りあのサイズ感で再現するっていうところで、うん、要はいらない部分全部落としてって積み重ねてきたこの良さのこの機能の部分をこのサイズ感に閉じ込めましたっていう、うん、全部じゃなくてっていう方が僕は上手だなと思うし、それを待ち望んでる人はすごいいると思うんですよ。それが多分もしかしたら最もフロントになりやすいカメラなる可能性高いと思いますよね、うん、ただまあ今の現時点で何もないで、今までのラインナップ見てて、まあ、唯一あったのが G100 だけど、あれちょっとやっぱうーんっていう状況になっているのを見ててもあんまりその後の話がない時点で多分もうやっぱりあちゃちダメだっていうことになったのかなってちょっと見て、だから S シリーズの未来も期待したいんだけども、うん、今回 GH6 が出てきてマイクロフォーサーズの未来っていうのも、うん、原点に立ち戻った時にやっぱりコンパクト、 そう、そして
安価で全体的にシステムが安く済むっていうところに最終的にまた戻ってきてくれたら、これはこれで面白いと思います。でやっぱりそれって今 GHX がもう一番上にいるじゃないですか、じゃあ一番下作りましょうよって話だと思うんですよ。そうそう、で入門機を言うてもオートフォーカスもね、これだけ、よくなってて、コントラストでよくなってきてて、G100 のね、まあいろんな意見がありますけれども、それの次なるモデルが出てきたりとかで、ただ問題はやっぱり、G6 の大きさだからこそ実現している部分っていうのがまだまだあると思うんで、例えばエンジン、あの処理エンジンがあるからこんだけの演算能力でコントラストでも AF が優秀になってるとか、僕ちょっと技術者じゃないからわからないですけどね、そういう側面が、じゃあ小型にした時にそれが実現できないんだよっていう、そうされちゃったら意味がないですからね。そう、ただもしね、実現できるようになったらば、今回の Mac のね M1 みたいな形で、根本的なアーキテクチャみたいなの見直しがあって、それが実現すればそれはフロントとしても美味しいカメラになってくるよねっていう、僕もそう思います、ただやっぱりそこでなんだろうな、一番大事なのはフロントって言ってて、そこの本当にターゲッティングをどんだけ明確にして自社の強みを生かしたチョイスができて閉じ込められるか、技術も多分あれでしょうし、ターゲットはやっぱり女性だと思うんですよ、マイクロフォーサーズって。そういう意味で言うと、そうですね、さっき最初ちょっとその話しようとしたじゃないですか、いわゆるビデオグラファー女子みたいな、ね、ちょっと僕がそのすごい最近ちょっと気になってたのが、そうだ、カメラ女子って流行らしたのもオリンパスじゃないですか。だからビデオグラファー女子にとってのフロントになり得るカメラって、僕マイクロフォーサーズだと思ってるんですよ、なんとなく、いやそれは間違いないと思いますよ。ただ今の GH6 の大きさだと、もう無理、いやそれフルサイズでもいいよねみたいな話になっちゃうん でもう一つ言うと、さっき言った GH6 にあるいい機能をチョイスして、いくつかをチョイスして小型化にしましただけでもダメだと思う、やっぱりそこで僕はあの今のそのカメラ女子っていうところでのムーブを作っていく上で必要なものは何なのか、それが前提にありながら何をプレゼンするの、この人あの予備軍たちにそうなってもらいたい、なんか興味がありそうな、最近のインスタだったりだとかあの TikTok やってるような人たちがより手軽に何をプレゼンできるの、ただ単に映像美で撮りやすくてって言ったところで多分来ない。やっぱりそれは土台であって、なんかそういう今の女子の生態をね、こう鑑みて響くような何かを乗っけて、それが本当にライブ配信だったのかどうか分かんないですよ、あれが GH5M2 に乗ったからでかってなってるだけかもしれないし、なるほど、ね、もっと洗練されたライブ配信機能が搭載された本当に GX でしたっけ。いやマジでそれに SIM が入ったら最高なんですけどね。いやスマホテザリングで全然いいと思うんですよ、ただあのスピード感、それが5分待たされるとか不安定だとかっていう話じゃなくって、 Mac 使うのと一緒、 iPhone 使っててみんなすんなり使えてるっていうあのソフトウェアがすごいからなんですよ、で余計なボタンもない、でいてソフトももっさりしてない、だからみんな使うっていう、でそこをしっかりやれば多分響くんじゃないって思うところ、まあちょっとストレートですけどね、その配信機能を乗せりゃいいって話ではないとは思うので、例えばの話ですね、例えばとして、要は乗せるんだとしたら乗せましたよりも乗せたことによって結局は体験なので、テザリングしてても全然繋がんないんだけどとか、あんなこんな面倒くさいことしなきゃいけないのみたいなのがあるといらないってなっちゃう、だから使ってもらうって満足するところまでちゃんと追い込めるか否か、iPhone がまさに僕はそれだと思ってるので、みんな使ってるから触ってみて、あ、すっごいこれこんなサクサクなのってみんな絶対思うじゃないですか、特に Android みたいにちょっと買わされたら使わされてたら、iPhone 乗り換えた時、あ、こんなサクサクなのって、あの体験が僕は iPhone が支持される理由だと思ってるんで、要はそこって要は体験まで落とし込めたからもう離れられないじゃないですか。やっぱり大事なのって機能だけじゃないかなと思ってて、その機能が乗っかっててもやっぱり体験だと思ってて、でもそれ得意なはずじゃないですか、ルミックスは、ね、触ったらもう他の触るとなんじゃこりゃになるっていうのはもう僕らが身に染みて分かってるじゃないですか。そうだからこそ僕はこの間の松井とも話したけども、やっぱり僕はカメラメーカーはソフトウェアにもう本当に死ぬ気で取り組んだ方がいいと思ってる。
それは毎回言ってますよね、堀口さんね、うん、いやすげえ分かるんですよ、その話は分かるんだけども、そこの話に行こうとすると多分あと 2,3 時間行くと思うので、もう絶対ね、そうだいぶいい頃合いじゃないですか。それはね、パート3パート4あたりでまたね、はいはい、このカメラ女子やりたいですね、カメラビデオグラファー系はちょっと別でやりましょうよ。今日ちょっとこれでつながったんで、はい、いや本当にこう今日もねフットワーク軽く、堀口さん今日行っていいですかって俺来ちゃったけどもあいいっすよみたいな、このノリでね、またあのぜひよろしくお願いします。いやもうピンピンにやりましょうよ、ちょっと、うん、それやっぱりこうやって話題が出てきて、なんか一緒になんか掘り下げるっていう感じってすごい面白いなと思うんで、うん、はい、今日はでもね正直僕がねちょっと話がまとまってなかった、あの堀口さんはすごくまとまったんだけども、僕が今日もうちょっと言いたかったことを整理してくればよかったら、はい、なんかどっちかというと再収録しない、早めにしたいな、今日がいいかなって来ちゃったんで、はいはい、ちょっと心の準備がねまだできてなくて、はい、途中ちょっと しどろもどろになっちゃってる部分があったので、ちょっとまあリベンジしたいなと。あ、なんで俺あの時堀口さんにあれ言わなかったんだろうな、多分なんかね出てくる気がするんですよ後で。僕もありますよ、この間話してて俺なんで あの話になったんだろうとかね、あるので、で再録できればしたいなとも思ったし、やっぱりあの全然ダメじゃん俺とか思っているところもあるし、いや僕こそね結構あるんで、いやでもあれじゃないですか、対談する時はカメラトークとしてやるのと、あのしゃべりきりレディオでやるものをこう2つに分けて楽しんでもらうと。でカメラトークはの飲む、これはもうお互い飲まないとダメなんで、そうですね、うん、でしゃべりきりレイドではあの僕も含めて飲まないあのいきますか、ちょっと珍しい飲まない堀口シリーズ、はいはい、いやすいませんでした。じゃあこの辺りでね、はい、ちょっと堀口さんも次の現場があるということで、ね、この辺りにさせていただきたいと思います、はい、また次回ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで冒頭でも若干話していたんですが、急遽別日にカメラトークさんのあのいつもの配信のねスタジオにお邪魔して再収録をしたっていう経緯がありました。でまあフルサイズとマイクロフォーサーズという選択肢、ここは以前から一度まあ堀口さんとしっかり話してみたいとは思っていましたが、実際やっぱ話してみると共感する部分は多分にあって、一方で平行線の部分もまああるのかなと。もちろんそれは互いの領域の違いから来るものでもあり、まあ、皆さんは今回の僕らの対談を受けてどんなことを感じましたかね。はい、ということで長々と喋りきってしまいましたが、いかがだったでしょうか。カメラトーク堀口さんとは葛飾水元公園から、屋外配信もまた近々に第2弾やりましょうなんて話も出ているので、まあただ互いにね結構フットワークが軽くて、もう突然やる、なんなら明日やりますみたいなノリにはなるかと思いますが、少なくともやるとしたら前日までにはお知らせしますので、ご興味ある方はぜひカメラトークさんのチャンネルを登録フォローしていただければと思います。チャンネルリンクは概要欄に載せておきます。もちろんこのしゃべりきりレイディオも再び堀口さんと語る回もあると思いますので、またその時はお聞きいただければ嬉しいです。はい、で僕は時々カメラや機材のレビューのお話をメーカーさんからいただくこともあるんですが、今後もレビューのオファーあるないなしに、このしゃべりきりレイディオや自分の YouTube チャンネルにおいても変わらず、これからも好きなカメラや機材をどんどん個人的に紹介したりレビューしたりしていきたいと思っていますので、よかったらまたぜひ見たり聞いたりしていただければとても嬉しいです。初めてこのラジオを聞いたよっていう方も、よかったらチャンネル登録していただけるとめっちゃ嬉しいです。ということで今日はこの辺りにしておきたいと思います。長い間最後まで聞いていただきありがとうございました。アキラックスでした。